ヤシマデラ境内のミノヤマ大名神ヤシマタヌキの酒とっくりタサブロタヌキは香川県高松市奥島に伝わる化け狸。三条山上の四国八十八箇所令状第八十四番。札書、ヤシマデラのミノヤマ大名神由来の説明版はヤシマタサブロタヌキである。伝説や民俗学に関する文献類ではヤシマのハゲタと表記されタサブロタヌキの通称とされている。 佐渡の段三郎狸、淡路の芝江門タヌキと共に、日本三名タヌキとされている。また、アニメーション映画、平成タヌキ合戦ポンポコでも知られる。その昔、あるタヌキが焼きずで死にかけたところを、平良の重森に助けられ、恩義から平家の守護を誓った。その子孫が田三郎キと言われる。平家の滅亡後は、田三郎キは、屋島に住み着き、屋島に、 戦乱や教授が起きそうな時はいち早く、ヤシマデラ住職に知らせたといい、そうした経緯でタサブロタヌキは、ヤシマデラの守護神となった。その変化名義は、日本一と称され、やがて、四国のタヌキの総大将の位にまで登り詰めた。大官になると三百匹の剣族がヤシマに集まり、タサブロタヌキはかつて自分が見た、源義経の発想飛びや、弓流しといった、 原平合戦の様子を現実で見せたという。また、ヤシマラの住職が代替わりする際にも、寺ラの庭園、雪の庭を舞台とし、合戦の模様を、住職の夢枕で再現してきたという。ヤシマラは、唐の僧である岩人による回想と伝えられるが、伝説では、その際に、盲目のために難儀する岩人を、田三郎たぬが案内したと言われる。また空海が、 四国八十八箇所の霊場を改装した頃、霧の深い山中で道に迷った空海を老人に化けた田三郎狸が案内したとも言う。岩人や空海に感銘を受けた田三郎狸は狸の徳を高めるべく、八島に教育の場を設け、全国から集まった若い狸たちに弁学を施していたとも言う。こうした空海などにまつわる伝説については、狸は野生や森、 森の生物に神を見る古くからの信仰の象徴であり、そうした信仰と仏教が結びついたのであり、田三郎狸の伝説は神とフッツの共存が開かれたことを示しているとの見方もある。後に田三郎狸は漁師に撃たれて命を落とすが死後の霊は阿波に移り住み人につくようになった。海栄年間には淡軍林村の神由の女性につき吉居を予言したり、 タヌキ付きを落としていたと言われる。また、江戸時代末期に起きたというタヌキたちの大戦争、泡タヌキ合戦の際、被害の村のタヌキが人について語ったところによれば、合戦で金長タヌキと、六江門タヌキが相打ちとなった後、双方の二代目同士によってと村井イン合戦が行われようとしたところ、タサブロタヌキの仲裁によって、ことが収まったという。後に、日清戦争、日露戦争では、 タサブロウタヌキは多くの子分たちと共に満州へ出征して活躍したといい、大量の小豆の粒を兵士に変えて敵陣に向かわせ、日本軍に勝利をもたらしたともいう。タサブロウタヌキはヤシマデラの本尊である千ム観音菩薩の御用タヌキとして善行を積んだことから、現在は美ノ山大名人の法名でヤシマデラに土地の氏神として祭祀されている。 寺には田三郎狸と子供の狸に父を与える妻の大きな石像が鎮座している。狸の習性は一夫一夫性とされることから、美の山大名人は夫婦へ満、家庭へ満、縁結びの神とされる。また商売繁盛、水商売の神でもあり、子宝や福運をもたらすとも言われ、全国からの信者も多く、寺の本堂横の美の山塚には、 参拝者の残した狸の置物が多く置かれている。農協書では、仲良しおめでた狸というお守りが授与されている。1985年に出版された、井上久子著の小説、原つずみ記では、狸世界唯一の手芸出院大学の学長、四国狸一万余引きを滑る、ヤシマのハゲ狸として登場する。1、1994年に、スタジオジブリで制作された、 アニメーション映画、平成狸合戦ポンポコのキャラクターである、大野サブロウハゲ狸のモデルとなったことでも知られる。2005年から、毎年夏に、八島山城で、サヌキ満月祭りが開催され、タサブロウた伝説にちなんで作られたコミカルな踊りが披露されている。2014年11月に、八島寺付近で2匹の子狸が頻繁に姿を見せ、タサブロウたにちなんで、太郎、 サブローと名付けられ、地域住民や観光客の人気を呼んでいる。ありがとうございます。